こんにちは、レトスノムです。今回なんですけども、開発許可が不要な場合について解説させていただきます。前々回ぐらいの動画で、開発許可が、原則必要な場合ってどんなものがあったのか、これについて解説させていただきました。そこでは、開発行為を行う場合は原則開発許可が必要ですよっていうふうにお伝えをしているんですね。ただし、開発行為を行う場合であったとしても、これからお話しする内容、どれか一つ該当するのであれば、その時点で開発許可は不要になります。なので、今回はその例外的な扱いである開発許可が不要な場合について解説させていただきます。で、大きく分けると二つに分けることができるんですね。ここよりも上の部分ですね。この数字が書いてある部分です。こことそれよりも下の部分で大きく分けて二つに分けることができます。一つ目が、面積要件ですね。この面積に該当する場合は開発許可は不要になりますよっていう話です。で、一方でこっちの下、こういった目的で建築物を建築したり工作物を建設したりする場合、開発許可が不要になりますよっていうふうに、面積と目的で2つに分けることができるんですね。まずじゃあ面積の方からいきます。面積については、市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域、準都市計画区域、それ以外、この左の区域以外の区域ですね。つまり、都市計画区域、かつ準都市計画区域以外の区域。なので、イメージとしては、山奥とか、そういったイメージです。で、それぞれについて、面積要件が異なってくるんですね。まず市街化区域について言うと、開発行為を行う区域の面積が原則1000平米未満であれば開発許可は不要になります。原則1000平米未満の場合は開発許可が不要。ただし大都市の場合、名古屋市だったり大阪市だったり横浜市だったり、そういった大きな都市については500平米未満の場合に開発許可が不要になります。なので大都市の場合だと、1000平米未満であったとしても700平米800平米、これは原則開発許可が必要になってくるので、その点は注意した方がいいと思います。で、続いてちょっと市街化調整区域は除いておいて、非線引き都市計画区域と準都市計画区域、これについては3000平米未満であれば開発許可は不要になります。で、その他の区域ですね、今言ったようにこの3つは都市計画区域ですね。で、準都市計画区域は都市計画区域外です。つまり、都市計画区域以外の区域で、かつ、準都市計画区域でもない区域。つまり、その他の区域なんですけども、この3つ、4つか、この4つの区域以外の区域、山奥みたいな区域については、1万平米未満の開発行為については、開発許可が不要になってきます。で、市街化調整区域ですね。市街化調整区域についてはある一定面積未満だったら開発許可不要ですよっていうものはないんですね。つまり基本的には小さい開発行為であったとしても原則開発許可が必要になってくるんだということです。で、続いてですね、目的で考えてみます。で、こういった目的で建物を建てたり工作物を建設したりする場合は開発許可が不要になります。で、まずなんですけども、この3つですね、農林水産業に関する内容については、市街化区域内の話ではなくて、市街化区域外で開発許可が不要になるんですね。それはどういったものかというと、農林水産業者のマイホームを建築する目的で開発行為を行うといった場合、これは開発許可が不要です。これは市街化区域以外の区域ですよ。市街化区域以外の区域だから、農林水産業者のマイホームを作る目的で、市街化区域内で例えば開発行為を行うと、1000平米以上の開発行為を行うってなってくると、それは許可が必要なんですけれども、市街化調整区域だったり非線引き都市計画区域だったり、そういった区域で農林水産業者がマイホームを建てる目的で開発行為を行うというのであれば、これは許可不要ですよと、開発許可は不要になります。これ一つ目ですね。で、二つ目、農林水産業の生産施設または集荷施設、これを作る目的で開発行為をする場合、
これも市街化区域以外であればこれ開発許可不要になるんですよ。で、じゃあ生産施設って何なのと。例えばなんですけども、ブナシメジ、まあ、キノコ類ですよね、を作るための施設、生産施設、まあ、そういったものがこれに当てはまります。で、集荷施設、これは例えばなんですけども、水揚げした魚を、荷さばきする場所ってありますよね。イメージとしては漁で取ってきた魚を、まあ、仕分けするような場所ですね。タイはこっち、ブリはこっちみたいな感じで仕分けをするような、まあ、そういった場所ですね。それが集荷施設に当たります。で、加工施設は含みません。水揚げをしてきた魚、これを使って例えばかまぼこを作りますとか、ちくわ作ります、そのちくわとかかまぼこを作るための工場、施設についてはここには含まれません。なので、そういった加工施設を作る目的で開発行為をするってなってくると、これは開発許可不要な場合に当たりませんので、その点は注意しましょう。で、続いて3つ目ですね。生産資材の貯蔵保管施設。生産資材って何かっていうと、例えば、農業をやっているというのであれば、農薬だったりとか肥料とか、まあ、そういったものを保管する、貯蔵する、そういった施設ですね。もしくは牛や豚を飼っていて、それの餌を保管するための施設とか、まあ、そういったものがこれに当たります。生産資材の貯蔵保管施設に当たります。これについても市街化区域以外であれば開発許可が不要になります。で、続いてここから下ですね。ここから下についてはもう区域関係なく、すべての区域においてもう開発許可が不要になります。どういったものがあるのか。まず1つ目、駅とか鉄道、まあ、線路とか踏切とかですね、まあ、そういったものを作る目的で開発行為をする場合、これ開発許可不要です。あと図書館とか公民館とか変電所、こういったものを作る目的で開発行為を行う、これも開発許可は不要です。あと丸々事業をする目的で開発行為を行う、例えば市街地再開発事業を行う目的で開発行為を行う場合、これも開発許可は不要です。あとは土地区画整理事業ですね、丸々事業、事業ってついてますね。こういったものについては開発許可は不要になります。あとは通常の管理行為とか軽微な行為ですね。例えば仮設の建築物を作る場合とか、あとは車庫とか物置を作る目的で開発行為をする場合も開発許可は不要になります。で、これらについてはちゃんと頭に入れなきゃいけないので、何度か動画を見ていただいて頭に入れていただければと思います。で、個別指導についてはこの中でも理解すべき部分があるんですね。単に覚えるだけじゃなくて理解すべき部分がありますので、その理解すべき部分について個別指導で解説させていただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひですね、理解をしながら学習していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。